大好きなスクランブラー一挙に公開。思ったのが、はい、サスペンションがちょっと締まった気がします。ドカティ市場セントラル、ドカティつくば、 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。今日はもうちょっとチラ見せされてますけども、こちら来ましたね。来ましたね。大好きなスクランブラー一挙に公開ということは、もう大人気企画のですね、比較動画でございます。おお、これ見れば全部わかるってことですね。そういうことですね。じゃあ早速見ていきましょう。どうぞ。というわけで、はい、始まりましたスクランブラー比較動画なんですけども、はい、石原さん、はい、スクランブラーって何ですか？スクランブラーっていうのはですね、オンロードバイクをベースに、はい、オフロードでも走れるようにしたオートバイ、うんうん、頑丈なタイヤとサスペンションが装備されてます。なるほど、はい、スクランブラー、スクランブラーっていうんですけど、はいはいはい、スクランブラーの語源っていうのは、うん、英語のスクランブルで、俊敏に地を這うようにという、はい、いう意味らしいですね。なるほど、完璧な回答をありがとうございます。スクランブラー、オンロードバイクをベースに、まあ、オフロードのタイヤをつけたということなんですけども、はい、スクランブラーが生まれた1962年の当時のアメリカって、なんかオフロードバイクというオフロードバイクがなんかなかったとかなんとかで、はい、日本走路もたくさんあったからね、オンロード向けのバイクにオフロードのタイヤをつけたっていうのが、まあ、当時流行ってたということで、はいはい、それが2015年にスクランブラー新しくなりまして作り直されて、この度2023年ですね、はい、セカンドジェネレーションのスクランブラーがデビューしましたということで、なんか歴史を振り返るとすごいですね。すごいですね、はい、そんなスクランブラーちょっとね振り返りしながらご紹介したいと思いますが、はい、まずこのスクランブラーですね、もう新型スクランブラーなんでいろいろなところが手を加えられてまして、はい、だいぶスムーズかつ乗りやすくなっていると。お、もう通勤とか、はい、街乗りとかでもガンガンに使い倒せちゃうようなスムーズさ、乗りやすさを持っているということですね。かつ、まあ、あの今回のモデルチェンジでちょっと都会的な、ね、デザインとか雰囲気になりましたし、カラーリングもいろんなカラーリングができてモダンになったと。今流行ってるアウトドアな感じあるじゃないですか、キャンプとか流行ってるじゃないですか、はいはいはい、そのアウトドアスタイルにもマッチしちゃうっていうのが今回のこのセカンドジェネレーションスクランブラーということですね。そんなスクランブラーなんですけども、まあ、一つ一つちょっとね、あのご紹介しながら、ここは違う、あれが違うっていうのを見ていただきたいんですけど、まずはね、基本となるスクランブラーアイコンじゃないですかね。そうですね、このアイコンですね、前回のスクランブラーアイコンと比べてももう大きく実は変わってます。同じところだけ言うと、803cc の空冷の L 型2気筒のエンジン、はい、ここは一緒ですね、はい、もうデザインが大きく変わってまして、ギアドロップタンク、はいはい、これね、あの形状デザインが大きく変わりました。まあ、何度もこの動画ではご紹介してますけども、こちら、パネルがね、ここのパネルが樹脂になりまして、はい、ここを脱着できると。お、色チェンジができるってことですね。そういうことですね、簡単にカラーチェンジができるんですね、はい、前のここはここが外せて色替えできたのが、今回はもうここが車両のボディカラーを変えられるということで、ここ大きな点ですね、はいはい。まあ、さらにですね、ヘッドライトが LED になりました。お、しかもヘッドライトですね、こちらデイライト、これかっこいいですよね。かっこいいですよね、はい。前の後期型のスクランブラーも一応デイライトは使えたんですけど、ちょっとデザインが大きく変わりまして、でかつこんな感じで、はい、ロービームが LED になりました。前はハロゲンですかね、でしたよね、はいはい、大きく違いますね、ここで。さらに標準のウインカー、これもね LED、 まあ前もこれ LED だったんですけど、いいですね、光り方がだいぶ変わりました、はい。可愛くないですかこれ。可愛いですね。ね。ここもドロップ型の。あ、確かに確かにね、ちょっとデザイン変わって、はい、しかも光り方がちょっと優しい、ね。確かにそうですね。色味ですね。さらにこちら見えたオープニング画面。いきます。これちょっと時間がねかかるんだよね。おお、めっちゃかっこいい。かっこいいですね。
このタコメーターの感じとさ、はい、そのタコメーターのうっすら影があるじゃん、はい、これすごいおしゃれだよね。おしゃれですね。めっちゃおしゃれ。こだわってます。こだわってます。でさらに、はい、さらにこちらライドバイワイヤー、はい、これちょっとねたまたまグリップヒーターがついている車両ではあるんですけど、このライドバイワイヤー自体はあのスクランブラーのセカンドジェネレーションから付けました。おこれ電子制御のスロットルなので、はい、もうね、スロットルワイヤーがないんですよ。なるほど、ね、なのでここに電気信号でスロットルの、調整をしていると。そのおかげでこちらメーターに戻ります。これスポーツって書いてありますね。これがですねモードをですねこのように変えられるんです。いいですねこれ。これいいですよね。これによってですね、はい、前のスクランブラー初期型と後期型で、はい、ちょっとスロットルの感覚実は違ったんですよ。へー、そうなんです。ちょっとこれあんまり出てない情報かもしれないですけど、はい、スロットルのコーンの形状が前期と後期で違いまして、はい、スロットルのアクセルのレスポンスが違ったんですね。初期型は空冷のドカティということで、はい、ちょっとわざとらしくレスポンスがいいように作られてました、はいはい、後期型はそれをこう優しくマイルドにしたんですね。これがモードの切り替えによってできちゃうんです。なるほど、前期と後期のスロットルの感じをこれで楽しめるってことですね、はい、そういうことですね。おお、面白いですね。面白くないですかこれ。ね、でしかも安全装置もねいっぱいついたので、はい、もう非常にですね最新のパッケージが含まれた空冷の L 型2気筒ということで、なかなかないですよね。いや面白いと思いますよ。こう空冷っていう昔の、うん、こうバイクをイメージさせるようなものと今の最新装備がくっついちゃってるものっていうので、そうですね、はい、いやいいコメントしますね。いやまさにその通りで、本当にあの見た目はクラシカルだけどどこかモダンで、でも中身は最新のバイクっていいですよね。いや面白いですね、はい、でさらにさらに、はい、一応ねテールランプこの辺もちょっと変わってます、はいはい、これもおしゃれですね。かわいいですね、はい。